はい、皆さんこんばんは、東京都豊島区、サンシャインシティ60、に来ております。時刻は19時半をちょっと過ぎたところ、テナントの店舗がほとんど営業を終了しているので、照明が薄暗くなっています。まあこのぐらいの照明の明るさがあれば歩く分には問題ないでしょうね。はい、サンシャイン60、東京メトロ東池袋駅の、連絡通路に面した部分です。私は何しに来たかというと、この先サンシャイン60のバスターミナルに向かっています。はい、場所は池袋の駅の横、あ、飲み物買うてこうかな。はいはい、あれスイカ使えないの、しょうがないな。じゃあビザタッチで買い物をしました。今ですねバスターミナルに向かってる、ここかな、ここはサンシャイン劇場もあるんですね。懐かしいな、昔よく演劇とか見に行きましたね。ここですねバスターミナル。ここに表示されている21時50分の大阪行きウイラーエクスプレス SY152 便に乗る予定です。では向かいましょう。ここかな、ここウイラーはここで大丈夫ですか。大阪行き、はい、あ、50分です。はい、大丈夫なんですが、はい、入ってきた順番に止めていくので、どこに止まるかまだ確定しないですね。じゃあ適当に決まりましたら、アナウンスと電光掲示板でご案内しますんで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。サンシャイン60はですね、こういう感じで微妙に、都心から、都心というか池袋駅から離れております。池袋駅というよりは東池袋の方が近いですね。高速の通路にお客様にご案内いたします。バスの到着は出発の5分から10分前を予定しております。バスが到着次第電光掲示板を必ず見てバスの停車位置をご案内いたしますので、マティエスペースでバスの到着をお待ちください。電光掲示板の赤い文字が表示されたバスの到着になります。ここはですね、サンシャイン60のバスターミナルといって、地上60階建てのバス、大きなビルの、1階レベルに、バスターミナルがございます。ここにですね、事業者、このここで出入りしている事業者さんの一覧が出ています。ウイラー、オリオン、グレース観光って何の会社なんですかね、ちょっと私聞いたことない会社ですね。豊か観光、これは新規観光っていう、おそらく大阪の会社なんでしょうね。でその下桜観光、これ有名な会社ですね。杉崎観光もこの有名な会社です。その下ミルキーウェイ桜観光、桜交通と桜観光は別会社なんですね。で続いて泉観光、青森観光、
松江観光ワールドツアー DTS、 いずれもいわゆる一つのツアーバス上がりの会社ですね。はい、でこの脇にはサンシャイン60から成田空港に行くバスですね。羽田と成田に行くバスが出てるんですね。このバスはそのまま直行するのか池袋に立ち寄るのか、それとも池袋からここを通って空港へ向かうのか、ちょっと調べないとわからないですが、池袋のサンシャインにもこういうバスターミナルがあって、おそらくこのバスターミナルはこれだけかと思ったら、この大きい都営バスが来てますね。ちょっと時間もあるんで行ってみましょうかね。あとはこの先に西武系のバスが止まってますね。さすがのサンシャイン60という建物は西武の系列なので、まあ、西武もこうやって出入り、確か今紹介したツアーバス上がりの会社様の他に西武のバスも発着しているような乗ったことあるんでしょう。一回金沢行きのバスに乗ったことありましたね。メゾンサンシャインって何？住宅もあるの？あ、住宅あるんだ。へえ。都営バス乗り場は16番。まあこの辺ね、比較的こう自販機も揃ってるし、ちょっと行くとセブンイレブンもあるんで、あのバスターミナルとしては非常にあのこじんまりとしてるんですが、静かな環境で。ただね、いかんせん池袋じゃなく東池袋なんですよね。はい、エラーエクスプレス21時50分発 SY152 便はまだ、到着予定のバスのプールにバスが入ってきていません。では都営バス乗り場をちょっと覗きに行きましょう。ちょっとね、雰囲気がね、あの若干バスエ感、バスじゃなくてバスへ、あの、場所の場に、あの末ですね、末広がりの末っていうのがあって、ちょっとしたあそこに、あの札幌大通りバスターミナルに近い雰囲気がありますね。ここはバス停としては池袋サンシャインシティバス乗り場、池袋、あ、渋谷から来れるんだ。へー、と言っても渋谷から池袋まで結構距離あるし、実は東京メトロ、あ、確か電車とトントンかな、バスの運賃は210円です。池袋と渋谷っていくらだっけ、多分200円ぐらいすると思うんだよね。なお渋谷からここまでは、渋谷からここまでですね、あの実はですね、バスで1本、バスですね、鉄道では1本で来れないこともないんですが、ここの真下に東京メトロ有楽町線の東池袋駅があって、東池袋駅というのは、池袋駅では副都心線とかなり不便な場所にあります。ですので、裏技ではありませんが、金目町の駅まで乗り越して、金目町で、有楽町線に折り返すという裏技があります。皆さん、あのと金目町と池袋の間は重複乗車ですので、改札を出て、乗ってくださいね。電車賃はですね、170円高くつきますが、だいぶ楽です。フリー切符を使う方は堂々と、改札内で乗り換えても結構です。副都心線のホームから、有楽町線のホームはワンフロア上がっただけなんですね。すごく便利な立地になっています。池袋の街中をですね、人混みをかき分けて歩いて、で、あの池袋駅からここまで歩く、もしくは池袋から
東池袋まで一駅有楽町線に乗るだけのために池袋駅で乗り換えるぐらいだったら、金目町で乗り換えるとすごく便利です。皆さん正しく乗車券を買って、もしくは自動改札機に正しくタッチして利用してくださいね。はい、決して不正乗車を誘発するためにご案内しているものではございませんので、勘違いなさらず活用していただけるといいと思います。こちら、東京池袋サンシャインシティバスターミナルでございます。サンシャインシティは、池袋駅からだいたい15分程度離れています。便利は便利なんですけどね、地下鉄がすごく使える人はすごく便利な場所だと思います。私がここに来たのは別にここに来たいから来たのではなく、バスがですね、始発がディズニーランドで、東京ディズニーリゾートが始発で、ここを経由して大阪に向かう、途中停車停留所がなんとここだけなんですね。まあ、舞浜からここに来て、ここから、東名高速新東名に乗って、大阪に向かうというふうに、案内が出ています。はい、今アナウンスがありましたようにですね、ウィラーエクスプレスの関西方面行きバスは道路渋滞により、到着が遅れているようです。しばらく私の雑談が続きます。バスタ新宿よりも、でもここまで来るとバスタも池袋も大してサンシャインも大して僕からしてみれば変わらないんですね。副都心線なので、まあ、確かに副都心線って上に上がればすぐバスタなんで便利っちゃ便利な、あ、来ましたね。道路渋滞つっときながらもう来ましたね。さあ、じゃあ向かいましょう。ピンクのバスです。多分あれだよね、多分ここ、ありがとうございます。はい、ではバスが来たので、一旦切ります。ありがとうございました。